桜、IR 汚職議員と煽っても支持率さっぱりの野党連みじめ。時事通信が10から13日に実施した1月の世論調査で、安倍内閣の支持率は前月比 0.2 ポイント減の 40.4% と横ばいだった。不支持率は 1.7 ポイント増の 37%。カジノを含む統合型リゾート、IR。事業をめぐる汚職事件で衆院議員の秋元司容疑者、自民党離党、が逮捕されたり、首相主催桜を見る会の招待者名簿の扱いで法令違反が発覚したりで政府説明に納得できぬは8割を超えたものの影響は限定的だった。政党支持率は、自民党が前月比 1.9 ポイント増の 24.9%、立憲民主党は 0.5 ポイント減の 3.3%。他はマイナーすぎるから話のほかだ。自民党支持率は11月時 30.1% だったから戻ってはいない。その分野党第一党に向かわず支持政党なしに上乗せされているのが、国民の政治に対する不信感を表している。特定野党を合わせても 8% の支持率だから、与党は余裕しゃくしゃくで国会運営できると思っていよう。国民から信用されない政治部隊にした野党の責任は重大だ。口を開けば、安倍政権打倒、安倍政権下の憲法論議却下と何かの一つ覚えのよう。どうでもいい過ぎた話を蒸し返しては、週刊誌スキャンダルよろしく疑惑は深まった、と国会審議を止めようと懸命になる。間もなく始まる国会も壊れた各政機よろしく同じことを繰り返すか。今の野党は、国の安全保障に関して議論できる能力を有していない。政権担当時に適切な対応ができる防衛大臣が見当たらず。エキスパートの森本敏氏に放り投げた前科でその無策さが知れる。連れて外交に無知だ。統一野党を目論む小沢一郎坊は防衛と外交に全く関心を持たない。そんな老人の過去の出来栄えに頼るのだから国民に呆れられる。せめて与党が誠実かつ謙虚に国会を進めてくれることを望もう。立憲民主党支持率 3.3% に、ネットの反応はやけに高いな。3% でよく政権交代とか言えるよな。クラスに一人の割合か。すごくマイノリティ。